チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、事実発覚、2018年韓国海軍、自衛隊機レーダー照射事件、ロシアや中国より敵視していた、今も指針は継続中、コア、についてです。さくらちゃんの愛車、GR ヤリスが駐車場に止めてて当て逃げされました。後に犯人は名乗り出てきましたが、防犯カメラと車載カメラは、大事だなって思ったマリナです。皆様、残暑見舞いお見舞い申し上げます。残暑一発、ドルウォン祭りが始まりました。くくく。まずは、チャートを見てみましょう。現在1ドル、1326ウォンです。カンギンさん、暑くて、ドルぶち込むの忘れてしまったみたいですね。夏バテです。このままで行くと、間もなく、1333年、鎌倉幕府滅亡ですよ。室町幕府の夜明けですね。どんどん行っちゃいましょう。8月11日、連合ニュースの記事タイトルです。韓日防衛当局、18年、哨戒機事件めぐる対立解消へ局長級協議。これを見てちょっとほっとしました。韓国も日本も政治家もメディアも、日韓関係改善、などと言いながら、出てくる話題は、徴用工問題。旧朝鮮半島出身労働者問題、だっちゅうの。それに続いて出てくるのは、慰安婦問題。韓国が言うのは、ジーソミア、だの、ホワイト国除外、だの、輸出管理強化、の件。そうじゃないでしょっていうのは、ラブリー日本では再三言ってきました。自衛隊機火器管制レーダー照射事件、です。2015年とか、1965年とか、そんなこと問題外で、最もも問題視するべきことは、自衛隊機火器管制レーダー照射事件、ですから。まあ、協議したところでどうなるというのか、さっぱりわかりません。銃を向け、狙いを定めたのは韓国側です。その事実をどうしてくれるというのでしょうか。見物です。記事の一部を見る限り、絶望的でしょう。日韓関係改善を希望されている皆さんには、悲報としか言えません。韓国と日本の防衛当局が、両国の軍事交流の障害となっている。2018年12月の哨戒機事件の解決策を探るため、局長級協議を行っていることが11日、分かった。韓国の政府関係者は、局長級協議で、哨戒機問題を議論している、として、現在、韓日関係の改善ムードがあるため、過去のように一方的な主張をするより、関係改善のモメンタム、勢いを活用し、良い方策を見つけるため、と説明した。中略。韓日の外交消息筋は同事件について、実務的な協議が行われている、として、双方に認識の差があるため、是非を問うことは難しい。対立を一段落させるための方法を講じなければならない、と述べた。約4年が過ぎた事件の真相を究明するよりは、対立を解消させ、交流を再開させる方向で議論が行われると見られる。つまり、銃を突きつけ狙いを定めた、完全な敵対行為は、なかったことにしないかっていう、調子のいい話ですよ。パパの言うところの、映画、私をスキーに連れてって、の原田知世が、バーンってするのと違って、リゾートの可愛い恋愛話じゃないんですよ。なぜ、敵対行為を示した相手と謝罪も受けずに、交流をする必要があるのかって話です。あれは、全部、ムンジェイン前大統領、のせいだとでも。こちらは8月18日の中央日報です。文政府、日本哨戒機に追跡レーダー照射しろ。事実上の交戦指針。ムンジェイン政府で、運当局が低い高度で近接飛行する日本海上哨戒機に対して、現場指揮官が追跡レーダーを照射するなど、積極的に対応をするよう指示をする指針を作っていたことが確認された。2018年12月から2019年1月、相次ぐ日本海上哨戒機低空威嚇飛行に伴う措置だった。
追跡レーダーの照射は艦砲やミサイル攻撃の意思を伝えるものだ。ところでこの指針は、韓国防空識別圏を絶えず無断侵入する中国や領空を犯したロシアには適用されない。そのため公海で唯一日本との交戦は辞さないという趣旨となる。結構衝撃的な記事です。文政権は中国やロシアよりやはり日本を敵国として認識していたということです。なんだったら交戦してもいいぐらいに。で、文政権に代わって尹政権は違うということを言いたいのかな。もともと大した差でもなく、当選した大統領が支持率急降下で、もう4日から半日に転びそうな状況では、この記事で文前大統領のせいにしてごまかすどころか、韓国の本性を見たりにしかなりませんよ。続きです。日航空機対応指針は第三国航空機対応指針と比べると1段階さらに追加された5段階となっている。日本軍用機が二次警告通信にも応じず近距離を飛行した場合、追跡レーダー照射で対抗するように規定した。追跡レーダーは艦艇で艦砲やミサイルを狙うために標的の方向や距離、高度を測定するレーダーだ。射撃統制レーダーと称したり、日本では火器管制レーダーとしても使う。追跡レーダーを稼働し、レーダービームを航空機に照射するのは攻撃する意思があると相手に伝える行為だ。当初、日本海上哨戒機低空威嚇飛行をめぐる韓日間の葛藤も追跡レーダーから始まった。中央日報さんには攻撃の意思があったという認識があるようです。葛藤ではありません。単なる敵対です。この文章に続くのは、自衛隊機が近づいてきたのが威嚇的だったからで、自衛隊機が悪く、その後も何度も海軍艦艇上に海上哨戒機を飛行させたせいで両国関係が急激に悪化したです。文前大統領のせいにするのかと思ったら、やっぱり日本が悪いんですね。で、この後この記事を書いてる記者の葛藤が描かれます。問題は、軍当局が日本海上哨戒機に対して追跡レーダー照射段階を規定したことに加え、現場指揮官が自衛権次元でこれを決定できるようにしていた点だ。慎重に実施せよという条件をつけたが、一歩間違えれば武力衝突につながりかねない権限を現場指揮官に委ねたと言える。キム・ジンヒョン前合同参謀本部戦略部長予備役海軍少将は、日本は我々と政治的葛藤はあったが、軍事的衝突にまで続いたことはなく、事実上安保分野では協力する国とし、日本が攻撃する可能性が高くないにもかかわらず、指揮部が曖昧な命令で艦長に軍事的衝突を起こしかねない行動を委ねたのはやりすぎと指摘した。いやいや、今更安保分野では協力する国だなんて見えすいたこと言ってもダメですよ。国民全部反日教育受けているんだから、打ちたくて仕方なかったのを我慢したってところでしょ。日本が悪いと言ったり、問題が韓国にあると言ったりね。何に怯えているの。さらに続きです。新温宿委員、日本海上哨戒機を特定して別途の指針で現場指揮官に軍事的対応まで委任したというのは非常に危険な政策としながら、軍事的に日本を例外的に誘待するのもいけないが、特に強硬な措置を講じるのも不適切だと指摘した。国際法学者であるイキボム四世大学法学専門大学院教授は、国家が自衛権を行使できるのは当然だが、自衛権行使に先立ち外交的関係も考慮しなければならないと述べた。軍当局は日本軍用機に強く対応をするように指示する指針を作ったが、実際の前線では対立状況を作らないように相互の動きを事前に知らせていた。国防部が新温宿委員室に報告した内容によると、韓日両国の軍用機が相手側軍艦側に飛行する場合、両側は積極的に情報を交換した。また韓国軍艦の近隣に中国ロシア軍艦が現れる場合、日本海上哨戒機が識別最小のために低高度飛行をする前に韓国側にこのことを事前に知らせた。また別の政府消息筋は、韓国と日本の政治家が国内政治を意識して強硬基調を取る場合も、両国安保当局では偶発的な衝突は大きな禍根を残す場合があるので、
とりわけ注意が必要だという認識があった、と話した。一歩間違えれば、韓日間の軍事衝突につながりかねないため、現場では、日航空機対応指針は事実上有名無実だった。これに関連して国防部は、日航空機対応指針の破棄を検討中だと、新温宿、委員室が伝えた。ごくごく当たり前の話をしている、委員さんと大学院教授。笑えます。臭すぎます。そして、レーダー照射はしたけど、撃たなかったのは、前線の高判断だとでも。何が現場では、有名無実、ですか？レーダー照射しちゃってるんですけど、かなりの問題なんですけど、分かってないようですね。ことの重大さ。どうやら、対立状況にならないように、事前に知らせ合っていたはず、となってますから。当時の韓国のわけのわからない言い訳も、やっぱり怪しいということ。この連中の言っていることはなんだか、本当に、先進国の連中なの。日本のことを間違って教育しているから。日本の自衛隊が、専守防衛、ということも知らないんでしょうね。いつも攻めてくると思っているようだし、裏返せば攻める気もあるということ。偶発的な衝突って、最新で扱う注意事項でしょうに、そういうところも、なんならやってやるって感じなんでしょうね。なんか野蛮な香りがしますよね。外交でとか話し合い、協議？約束が守れないし、自分に嘘つく子はダメです。最後に、日航空機対応指針の破棄を検討中、だそうですから。まだ、ロシアや中国より先に、撃墜する気満々なんだそうですよ。そういうところ、何より真っ先に、そして急いで、直した方がいいと思うな。まだ銃は突きつけてるというようなものですよ。それでいて局長級協議とか、腹がよじれて痛いほど笑えます。バイクの前後にもドライブレコーダーをつけようと思っているのですが、どうもいいのが、見つかりません。振動に強く解像度がいいものは、ないでしょうか。試しにカメラをつけたらチェーンが迫力で回っている映像が撮れました。ホイールに絡まんなくてほっとしていたマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。